では3日目のね、法廷ですね。10月19日午前9時42分。地方裁判所被告人第一控室。法廷、2回目の法廷だな。にぼしさ。いや、いろいろなことが分かったんだが、キュータくんがね、今回キュータくんは多分、証言台に上がって、すごい重要な キーになってくると思うんですけど、なるほどさん。はい。さっきからなんでそんな険しい顔を。キュータくんは、殿様がやっつけるところを、見ていたみたいなんですよね。殿様のスピアで、ぶっ刺して。つまり、犯行の瞬間だと思うんですよ。殿様がやったってなると、やっぱ煮干しさんがね、より疑わしくなってくるんじゃないかっていうことで、そういう顔になってるんだろうな。あ、いえ、ははは。なんでもないですよ。ねえ、千尋さん。うわ、怖い顔。千尋さんは余裕の顔でいてくださいよ。なるほどくん。あなたの依頼人は今、ほとんど死にかけてるわ。そういう意味で彼にはとても親近感を覚えるわね。いずれこっちの世界に、彼を来ると。悪い冗談はやめてくださいよ。本当だよな。今回はこちらに武器が全くないわ。でも、煮干しさんが本当に無実ならば、だから、キュータ君が見たことっていうのも、また違った見え方が多分してくると思うんですよね。私たちはどこかで見落としをしているはず。見落としね。この法廷でそれを見つけ出せなければ、私たちは負けるわ。今日中に必ず。厳しい戦いになるが。結局前回の法廷ではね、監督とプロデューサーだの、いろいろ他にも怪しい人物がいましたよね、っていう流れで終わってるから、新たに怪しいやつをね、追及できない限りは、これより煮干三郎の法廷を回転します。確かに勝てないですよね。検察側は準備完了しております。弁護側も準備完了しています。では三塁検事、冒頭弁論をお願いします。昨日の法廷で意外な事実が明らかになった。事件当日、A と撮影所には他にも関係者がいたという。今日は彼らが事件には関係なかったことを証明したい。姫神さんがね、言ってたことそのまま多分言いそうな予感ですが。わかりました。では早速証人を呼んでいただきましょう。プロデューサーが出てくるのかな。最初の証人、宇佐井拓也を入廷させていただきたい。監督か。宇佐井さんね。汗だくですね、相変わらず。証人、名前と職業は。なんだよ、失敬だな、過去怒り。僕を知らないのかよ。監督だぞ、殿様は僕が作ってるんだぞ。光之さん、この時はさほどそんな、でもないのかもしれないけど、この話の後ぐらいからかな、殿様のことがすごい好きになるので、ファンになるので、ある意味これはすごい出会いですね。宇佐井拓也、監督してます、テレビの。証人は事件当日、A と撮影所にいたんですね。はい。ふむ。ではその日のことを証言してもらいましょうか。なるほどくん。まずはこの証人の証言を崩しましょう。煮干さんが犯人でないとしたら、怪しいのはあの日コテージにいた人たちですから。はい。いきなりプレッシャーだ。でもね、姫神さんが言ってたように、結構難しそうですけどね。あの日は朝の9時頃、A とスタジオに入ったけど、午前中はアクションの打ち合わせかな。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。思ったより時間がかかった。お昼、みんなはスタッフエリアでご飯食べたみたいだけど、コテージで会議があったから僕食べれなくて。会議があったのに食べれなかったのにもかかわらず、なんか食べた後みたいなのありましたけどね、皿とか。会議は結局4時までやってたのかな。会議中は誰も席をその立たなかったな。なんかちょっと怪しい感じしますね、この辺。誰か立ったんじゃないのか？そんなところかな。ふむ。
被害者の胃袋さんが殺害されたのが2時30分頃。その頃は会議中だったわけですか。では、弁護人尋問を。まあ、その会議が怪しいね。はい。あの日は朝の9時頃、エイドスタジオに入った。いつもその時間に？いやー、時間はバラバラかな。それが業界人だよ。業界人って、そういう意味だったのか。でもあの日は一日忙しかったな。それを聞かせていただきたい。午前中はアクションの打ち合わせ。この技がいいとか、この技をが来たらこういう風に返そうとか。そうだよ。殿様と悪大カーンの決闘シーン。その打ち合わせ、他には誰がいましたか？そういえば警備員のおばちゃんがじっと見てたな、かっこ笑い。それは笑える。確かに笑える。胃袋ちゃんに茶色い声援を送っていたよ。茶色い声援ね。他には誰も？うん、それだけ。なんか思ったより時間がかかっちゃったんだよな。それは何？煮干しさんが怪我をしたからですかね。それはどうしてですか？知ってると思うけど、煮干さぶちゃんが足をひねっちゃって。ああ、やっぱりそうか。おかげでお昼食べ損なっちゃった。恨んでるじゃねえか。お昼ですか？あなたも容疑者候補かな、これ。お昼、みんなはスタッフエリアでご飯食べたみたいだけど、ご飯ですか？メニューは何？骨付きステーキだよ。スタッフに焼かせてさ。すごい目つきしてんぞ。そういえばスタッフエリアに骨の乗った皿があったっけ？みんなは食べたということは証人は食べなかったというわけだ。コテージで会議あったから僕食べれなくて。コテージにもなんか食べた後っぽいのあったけどね。じゃあ結局、骨付きステーキは食べずじまいですか？そうなんだよ、ステーキはね、ひどい話だろ。はぁ、あ、なるほどか。はい？今の話どう？おかしいと思わない？あー、矛盾している。矛盾している気がしますね。だって皿があったから。監督。なんだよ。僕がコテージにいたとき、テーブルの上には、スタッフエリアと同じ皿が2人前ありましたよ。あれは誰が食べたんですか？うか。いや、よくわかったね。その恥ずかしいから言わなかったんだけど、食べたんだよね、結局。食べてんじゃねえか。骨付きステーキですか？骨ごと噛み砕いたんですか、あなた。まあね、せっかくスタッフに焼かせたんだし、後で食べようと思って、持って行ったから、コテージに。食い意地が張ってるな。まあ、食べたいは食べたいですよね。で、いつ食べたんですか？会議中に一回だけ休憩があったからさ、その時に、休憩があったのか。なるほど。その時にペロリと。汚いな。かっこ汁ってなんだ。でも待て。休憩を取ったとなると、証言におかしいところが出て、おー。まあ、だから、なるほど。会議は結局4時までやってた。何の話をしてたんですか？殿様のこれからのストーリーとか予算のこと。スポンサーの連中、この僕に向かってさ、君の各シナリオは子供向けじゃないね、だって。それは確かにそうかもしれないな。なんかわかる気がする。誰か途中で席を外したりしなかったんですか？休憩を取ったんでしょ？休憩を取ったなったら席を立ってないってのはおかしいんじゃないの？一度も休憩を取らなかったんですか？そうさ、取らなかったぞ。さっき言ってることと全然違いますね。矛盾しますね。食い違ってきますよ。かっこ、汗がちょっと気になるけど、そこじゃないけど、ね、決め手がないからな。いや、あるあるある。って待て。なんか引っかかるような。ちょっと待ってください。監督、さっきあなたはこう言いましたね。
休憩中にステーキを食べたと言ってただろうが、どうなんですかぽっちゃりさん。証人どうなんですか。まあ取ったかな休憩。なるほど君よくやったわ。いやもうこれぐらいちょろいですよ。休憩を取ったならその間にスタジオに行けたかもしれない。裁判長、休憩時間について証言お願いします。まあ、時間によるね。でもまあそのスタジオ大スタジオに行けたかどうかに関しては。わかりました。では証人証言お願いします。ひぃ怯え切ってるじゃねえか。クックック。あれ三つるぎさんの手のひらの上で踊らされてる気がするが、行きましょう。笑ってるよ。確かに休憩は取ったけどさ、たった15分だよ、15分。第1スタジオで、第1スタジオで殺人なんてできるわけないだろう。骨付きステーキ食べてるだけで終わっちゃうって。ふむ。私ならステーキも食べ終わらないでしょうな。15分で食べるって難しいな、確かにね。では尋問を。なるほどね。確かに休憩は取ったけどさ、かっこバク。その休憩は何時に取ったんですか？確か2時30分から15分間だったと思うけど。2時30分か。事件が起こった時間だ。だから第一スタジオでってなってくると、ちょっと、大スタジオで、胃袋さんを殺害して戻ってくる。時間的にはなんとか可能だな。可能だけど、昨日言ったでしょ、あの姫神さんが。あのサルマゲドンの首ですよ。あの剣があるから、三つ力さんはそれを言おうとしてんじゃねえかな。その15分間は何をしていたんですか？骨付きステーキを食べていたに決まってるだろう。確かコテージのテーブルには、皿は2枚ありましたけど、しかも骨付きステーキ、骨なんて残ってなかったんだよな。ああ、もう一枚は、あ、もう一皿は姫神さんが食べたんだ。姫神、あの、プロデューサーか。骨付きステーキを15分で食べるとはなかなか早い。そうだね。むしゃぶりついてたんだろうな。それはちょっとなかなかの映像ですね、それね。第一スタジオで、殺人なんてできるわけないだろう。時間的には可能だっていう話ですよね、とりあえず。どうしてですか？もう意味のない尋問はたくさんだ。裁判長、これまでの証言で明らかな通り、コテージにいた人間は今回の事件には関係ない。なぜなら、大スタジオに行くのは無理だったからだ。何？それとも弁護人は、コテージにいた人間が殺人現場に行ったというつもりか？殺人現場に行ったか。なるほど、それは難しい問いかけだね。どうですか、弁護人。なるほど君、ここは大事なポイントよ。よく考えてね。コテージの人間が第一スタジオに行ったかと聞かれると、これがあるんでね。2時15分から4時まで。そうなんだよ。だから、ここは、まあ無理でしょうね。ここで認めたくはないけど、無理だと分かっているところを主張するわけにもいかない。確かにコテージの人間がスタジオに行くのは不可能です。はあ、いつものように考えもなく突っかかってくるかと思えば、なかなか物分かりがいいな。どういうことです？水類検事。簡単なこと。確かに被害者が死んだ時間、コテージは休憩に入っていた。しかし、スタジオへ通じる道は塞がっていたのだ。サルマゲ君の首によって、サルマゲドンな。強風によって首が折れたのは2時15分だった。つまり、2時30分に休憩をとってもあの道は通れなかったわけだ。サルマゲ君の首があったのだから、サルマゲドンな。本当は、サルマゲドンなんだけど、それにツッコミを入れる気にもなれないな。そういうことなんですよね。以上をもって、
この証人に対する質問は終了する。終わっちまった。華麗な水抜き劇場だった。では私の意見を申し上げましょう。事件当日、第二スタジオのコテージに数名の人間がいた。しかし彼らは第一スタジオに行けなかったわけだから、この事件に関係ないことは明らかです。また、この殿様の写真ですが、体格から考えて被告人以外の人間を切ることはできない。ちょっと待ってください。それはちょっと決めつけが過ぎないですか。あとはこの殿様が犯人であるという、その決定的な証拠があれば、それで決まるのですが。裁判長。当然検察側は用意している。決定的な証人を。絶対キューダ君で間違いない。間違いない、それは。水類検事。決定的な証人とはどういう。彼は、殿様が被害者を殺害した瞬間を目撃している。いいんですか、水類さん。そいつをここに呼んでもいいんですか。その瞬間に、こちらの勝利が決定するとも。わからずにね、わかりました。10分間の休憩を挟んで、その証人に話を聞きましょう。それでは休憩に入ります。10月19日、午前11時4分、地方裁判所、被告人第一控室。まあ、今のところはだいぶピンチではありますが、千尋さんどうしましょう。コテージの人間は事件には無関係ってことに。無関係じゃないけどね。まあでも今の話の流れだと、無関係ってことになりますね。ごめんね、なるほどくん。どうやら私の見込み違いだったみたいね。そんな、千尋さんが諦めちゃったら僕はもう、勘違いしない。私は今まで諦めたことなんて一度もないわ。お、千尋さんの顔が穏やかになった。今の尋問で明らかになったのはただ一つよ。コテージにいた人間はそうなんだよ。第一スタジオに行けなかった。私そこに何か秘密があると思ってたんだけど、そうじゃなかった。それだけのことよ。僕どうなっちゃうんでしょうか。三越さんはやってないんですよね。やってないならもうね、胸を張って立ててください。そこになんだかもう法廷時の人たちがお前がやったんだってそう言っているような気がして、そういう思いにもなりますよね。あの場にいたら。大丈夫です。あなたが無実ならば私たちは必ずそれを証明します。私たちに任せて堂々としていてください。殿様なんですから、あなたは。は、恐縮です。さあ、なるほどくん、頑張らないとね。殿様を助けるためにもね。殿様が大好きな子供たちのためにも。そうだな。これから出てくる証人も殿様が大好きな子供なんだけど、何を言うのやら。では審理を再開しましょう。検察側としては、まだ幼く痛いげな小学生を殺人事件の証人として呼んだ上、そこの弁護人に意地の悪い質問をさせたくはない。好きなこと言いやがって。水木さんもいろいろ言いそうだけどな。しかしこうなっては致し方ない。証人として大滝久太少年を入廷させていただこう。ちょっとしか出てないな。見えないよく。裁判長、とりあえず証人に何か代を。そうですね、代わりか、みかん箱。他にねえのか。なんで毎回みかん箱でやるんだろうな、これな。では証人、名前と学年を。証人、なんで大人だからって威張るなよな。今んとこちゃんと名前聞けたことねえな。水木さん、ぐダメよ、キュータ君。ちゃんと質問には答えるの。千尋さんが言ってるんですよ。あ、お姉ちゃん、僕、大滝キュータ、小学校2年生です。ほんとこいつは、先が思いやられるな。水類健二、相手は子供なんですから、もっとこう優しくするように。むむむむむ。小2、いや、キュータ君。なんか痛々しいな。そうだね。
まるで自分を見ているかのような気持ちでなるほどさんも見ていることでしょう。君はその事件のあった日、撮影所に行ったね。行っちゃ悪いかよ。その時見たことをその我々に聞かせてほしいな。え、おじさんとそこの偉そうなヒゲのおじいさんに。お兄さんだ、ヒゲのおじさん。こだわりがあるみたいですね、そこら辺は。やれやれ。ところで、法廷内はカメラの持ち込みは禁止されているはずですが。そうだよね。うむうむ、カメラがダメなら証言しないと言われてしまったもので、特別に許可していただきたい。子供と取引して、しかも負けるなよ。まあカメラ、まあ写真撮らなきゃとりあえずはいいんじゃない。このカメラ、この間買ってもらったばっかりなんだぜ。まだちょっと使い方よくわかんないんだけどさ、最近はどこかへ行くときは絶対持っていくんだぜ。どこかへ行くときは絶対持っていく。はあ、なるほどね。じゃあその事件の時もこれは持ってたわけだ。なるほどくん、あのカメラ微妙に気になるわ。ちょっと法廷記録にファイル作った方がいいわね。なるほどね、これは使うわ。ではキュータくん、事件のあった日見たことを証言してもらいましょう。俺、一度殿様のリハーサルが見たくてさ、インターネットで地図を見て、あの日撮影所に行ったんだ。なかなか、ね、すごい行動力だな。警備員のおばちゃんに見つからないように、道の外の林を通って。俺とにかく、スタジオに行こうとしたんだ。途中30分ぐらい道に迷っちゃったんだけど、スタジオのところに出たら殿様がいたんだ。はい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 。俺嬉しくて、見てたら悪人が出てきてさ、殿様は、もちろんその悪人を倒したよ。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。もしカメラを持っていれば、どこに行くときも持っていくんですよね、カメラ。本当に持ってなかったのかな？結局スタジオに入れなくて、その日は帰ったんだ。ふむ。では弁護人、尋問をお願いしますが、相手は少年です。優しくするように。大丈夫。こちらには、千尋さんという女神がいるので、仮に、なるほどさんがね、強めに言ったとしても、千尋さんがカバーしてくれるでしょう。そんな必要ないような気がするけど。つけ上がるから優しくした、絶対こいつは。そんなに殿様が好きなんだ。当たり前だろ。俺テレビは全部ビデオに録画してるし、デパートのショーも絶対に行くんだ。大したもんだね。遊園地とかにも行くの。当たり前だろ。俺の父さん、付き合いがいいんだから。お父さんか。大変な職業だよな。なんせこれ、深い話ですか、俺は。インターネットで地図を見て、あの日撮影所に行ったんだ。スタジオに行ったのは、あの日が初めてだったの？実は何回か行ったことがあるんだけどさ、まだリハーサルの日に当たったことがないんだよ。警備員のおばさんはうるさいしさ。方法では続けろ。言われなくても話してよ。人の話の腰折るだよな。そうだよな。まったくやめてくれますだ、みずりさん。警備員のおばちゃんに見つからないように、虹の外で、外の林を通って、なんかみずりさんの絵のダメージが、どんどん蓄積されていってるな。道の外の林？うん。あの撮影場、山を切り開いて作っただろ？だからちょっと道を外れると、もう林になってるんだよ。なるほどね。それでさ、俺とにかくスタジオに行こうとしたんだ。スタジオに行く途中何か変わったことはなかった？変わったこと？例えばこんな猿は見た。ああ、サルマゲドンね。そいつは見たけど首は折れてなかったよ。なるほど、その時間より前の時間かな。スタジオにはすぐ行けたのかな。途中30分くらい道に迷っちゃったんだけど、林の中で迷ったの？そうだよ、もうどこに向かって歩いてるのかわかんなくて。スタジオの青い扉が見えた時は本当嬉しかったよ。それでさ、スタジオの青い扉ね、スタジオのところに出たら、殿様がいたんだ。殿様が。
うん、スタジオの門のところにいたんだ。ちょっと門のところで何か考えてたみたいだけど、そのうち門を開けて中に入っていたんだよ。ふん、それから俺嬉しくて見てたら悪人が出てきてさ。悪人ね。どんな面でした、その悪人。悪人ってどんなやつだった。人間だったよ。背が高くて痩せたやつ。男？女？背が高くて痩せたやつ。あー、わかんない。遠かったし。なんだよ、はっきりしないな。背が高くて痩せたやつね。覚えておきましょう。殿様はもちろん、その悪人を倒したよ。その悪人はどうなった？え？動かなくなっちゃった。死んだみたいにピクリと。さすがプロのアクションスターだよね。そうだね。リアルですからね、そこはね。もしカメラを持っていればシャッターチャンスだったよ。カメラを持っていれば。これはやっぱおかしいよね。カメラを持っていればって、あなた必ず持ち歩いてるんでしょ。なぜその時に限って持ってなかったんでしょうか、ヒュータ君。今の話ちょっとおかしいな。君さっきはいつでもデジカメを持ち歩くってはっきりそう言ってたじゃない。え？ダメだよ、嘘ついちゃ。お尻ペンペンだよ。弁護人、ちょっといいですから。しまった、言い過ぎたから。最後のお尻ペンペンは余計だったよ。何ですか、デジカメって。そこかよ。どんだけ疎いんだよ。デジタルカメラのことです。最近流行っているカメラの一種です。説明のしようがない。絶対これで分かんないでしょ。分かるから。なるほど。とにかくキュータ君、君が撮影所に行くとしたらカメラを忘れるはずがない。持って行ったんだろう。弁護人、少年を脅すとは見下げ果てた男だな。少年だろうが検事だろうが嘘はよくないなあ。なんでそこに検事が出てくるのだ。よくないと思うんでね、嘘は。どうなるかな、キュータ君。大人だろうと子供だろうと。なんだよ。あ、確かにカメラ持ってたよ。持ってたんだ。嘘ついてたんだね。それが何だってんだよ。みかん箱は潰れそうだな。お、怖いな、なんかちょっと。じゃあそのカメラは使わなかったのかな。使うわけないよ。俺、夢中で見てたから。夢中で見てたからカメラは使わなかった。ああ。では、その見ていたことを証言してもらいましょうか。見てたこともなんかあやふやだったけどね。なんかね。確かにカメラは持ってたけど。もう一瞬も目が離せなかったんだ。はあ。殿様に悪人が襲いかかってさ。そして、悪人は動かなくなったんだ。ずいぶん話が飛んだな。強いよな、やっぱり殿様は。ふぶ。あれも終わりですか。ずいぶんあっさりした証言でしたね。だいぶ中身のない話でしたね、今のね。確かにカメラは持ってたけど。じゃあなんで使わなかったのかな。これからそれを言おうとしている。落ち着いて聞いたまえ。トロ様のアクションってすごくかっこいいからさ。もう一瞬も目が離せなかったんだ。目が血走ってんな。じゃあトロ様が戦ってるのをずっと見てたんだ。そりゃそうさ。目を離さなかったんだね。うん。じゃあ聞かせてくれるかな、トロ様の戦いのこと。いいぜ。まあ、結構酷なことかもしれないけどな、本当に見てたんだったら。殿様に悪人が襲いかかってさ。ほう。悪人の方から襲いかかったんだね。そうだよ。どんなやつだった？その悪人って。さっき言わなかったっけ？人間だよ、人間。どんな格好をしていた？よく覚えてないや。俺、殿様しか見てなかったから。殿様しか見てなかった。なるほど、それでどうなったかな。そして悪人は動かなくなったんだ。どうして？え、何がどうしてなんだよ。悪人はどうして動かなくなったのかな。
それは殿様がやっつけたからだよ。どうやって？だからどうやってやっつけたのかな。どうやってって、殿様キックに殿様パッチ、殿様チョップにビンタ、そんな感じかな。それは何、ボコボコにしたってことでいいのかな。どう、この辺りがすっきりしないんだよな。なんでスピアーが出てこなかったんだ。どうなんだよ、何なんだよその目は。どうしよう。いや、これは揺さぶりましょうか。なんかやたらチョップだのビンタだのボコボコにした話は今聞けたけど。ヒューダ君。なんだよ。君は最初にこう言ったね。トロン様から一瞬も目が離せなかったって。それが何だってんだよ。なのになぜ一番肝心な部分を見ていないんだよ。まあでも確かになかなかグロいから、目を離した可能性もあるけどね。証人はきちんと証言を。いや。きちんと証言していないことはあなたにも分かっているでしょう。殺人犯は普通、トロン様ビンタはしない。確かに、チョップもしないな。つまり、ヒュータ君はトロン様の戦いの一番重要なところ、敵にとどめを刺すところを見ていないのです。この証言は、無効だ。証言にはならないよ。静粛に静粛に。弁護人。しかし、それは大変おかしなことです。その理由をあなたは説明できますか？それは、だからもう、キュータ君に聞くしかないんじゃないのか。なるほど、くん。あなたは今、とてもいい線を言ってるわ。なぜ、キュータ君は戦いのクライマックスを見ていないか。その理由もわかるはずよ、あなたなら。クライマックスをなぜ見ていないか。弁護人に答えてもらいましょうか。まあ、いろんな可能性が、まあ、あるわけなんですけどね。その、なぜ撮らなかったかっていう。まあ、カメラも持ってたわけだから、そのカメラの操作に手こずってたとか、殿様の大ファンである少年が、なぜ戦いのクライマックスを見ていなかったのですか。見ることができなかった他のものを見ていた、証拠品を提示する。そうだなぁ。あ、多分他のものを見てたんだと思うんだけど、デジタルカメラを見てたんじゃないかなと思うんだけど、まあ、デジカメをじゃあ、参考長、証拠品があるんです。証拠品ですか。そうです。うまく使えないからね。まだ買ったばっかりだから、でもこれに手こずってたんじゃないでしょうかね。その証拠はこれです。何ですか、そのカメラがどういう。このカメラは最近買ってもらったばかりです。それは知ってます。まだ彼はカメラの扱いになると言いません。それもわかっています。あ、ヒュータ君は友野様がとどめを刺す瞬間、カメラを見ていたんですよ。もちろん写真を撮るためにね。そうだね。あ、どうやら図星だったみたいだね。なんなんだよお前。俺をいじめて楽しいかよ。ああ、楽しいね。つって、実況、これ実況撮ってた当初も言ってた気がする。いじめてるわけじゃないんだけど。まあだから、はっきり見てたんでしょうかっていうところでね。本当に殿様が悪人を倒す瞬間を見たのか、見てないわけですよ。いろいろガチャ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 やっててね。一番経験的瞬間を見てないわけですから。よくやったわ、なるほどじゃん。キュータ君が嘘をついていた。目の前で殿様が戦っていて、彼が写真を撮らないなんて。ありえないものね。はい。だから何かしら写真を撮ってる可能性もあるよね。いいかい。君が殿様の戦いから目をそらした理由は捉えたぜ。それを写真に撮ろうと思ってカメラをいじっていたからだ。買ったばかりでまだ操作に慣れていなかったから。決定的な瞬間を見逃しちゃったんだろ？どうだよ。そうだよ。さあ、なるほどか。この子はまだ何かを隠しているわ。もう一度証言させるの。シードさんもなかなか、あれですね。子供に鞭打ちますね。はい。シードさん怖い。裁判長。キュータ君にもう一度証言をお願いします。わかりました。では、キュータ君。そのカメラと写真を撮らなかったことについて、もう少し詳しく話をしてもらえるかな。そう、真実を。正直にね。話してください。大人の世界は、厳しいんだぞ。
伊藤のお子さんを見てるばかりでしょ。厳しいんだから。お前の言う通りだよ。やばい、もうこの子のライフはゼロよ。殿様が悪人の手を振りほどいたから、俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、レンズが開かなくてちょっと間に合わなかったんだ。それでおしまいかな。はあ、何かありそうですね。ふむ、この証言に何かおかしなところはまあないんだけど、なんかまだね、怪しいですよ。わかりません。でも尋問はさせてもらいますよ。そりゃね。お前の言う通りだろ。そうだろ、お兄さんの言う通りだろ。お前なんだよ、とんがり頭のおっさん。お兄さんだろうが。おっさん、私はお兄さんだ。おじさんということで。大人はベンツで生きてるから嫌だよ。もう容赦しないぞ、小児続きよ。ひひいじめてるようにしか見えない。殿様が悪人の手を振りほどいたから。ほう、振りほどいた。へえ、そこまでは見てたんだね。うん、何か気がついたことはなかった。いつもの殿様と、ちょっと動きが違った。動きが違った。はあ、なるほど、まるで違う人が入ってるみたいな。動きが違った。俺写真を撮ろうと思ってカメラを構えたんだけど、なんで写真が撮れなかったの。新しいカメラボタンがいっぱいあってややこしいんだ。シャッターを押そうと思ったんだけど、レンズが開かなくてちょっと間に合わなかったんだ。あー、まあ最初だったら仕方ないな、それな。レンズが開いたら何か見えたの。倒れた人と殿様。それでおしまいかな。あー、なるほどね、おしまいか。いや、おしまいじゃないでしょ、なんかあるでしょその感じは。おしまい。そうだよ、写真は撮らなかったんだ。僕だったら写真撮ると思うけどな。殿様が勝ったんだろ、全部収めてんだろ写真を。じゃあ撮ってるはずでしょ。この少年は本当に写真を撮らなかったのだろうか。きつく行こう。ここはもうキュータ君だったらシャッター押さないはずがない。キュータ君、僕には何もかも分かってるんだよ。君は写真を撮ったはずだ。あ、思った通りか。どうしてわかるんだよ。はったりだったんですけどね。お兄さんにはキュータ君の嘘がみんなわかるんだよ。すげえや。初めて尊敬してくれた。お、なんかいい気持ち。俺、確かに撮ったよ。写真を撮った。では、そのように証言を変えてもらいましょうか。少し遅れて何枚か撮ったけど、データはもう、消した？データを消した。待って、データを消した。全部ね、ここに収めてあるんだろう？それはちょっとおかしいんじゃないか？キュータ君。なんだよ。昨日言ってることとちょっと話が違うな。さっきからあんたに名前を呼ばれるとろくなことがないや。昨日はこれをどうもありがとう。え？ああ。君昨日こんなこと言ってたよね。あんたに名前を呼ばれるとろくなことがないやって。まあ、他のね、多分、今まで疑われてた容疑者はみんな言えることだと思いますね。俺、殿様の賞には必ず行くんだよ。でさ、殿様が勝った瞬間をこうして写真に撮るのさ。一つ残らず全部写真に撮ってるんだぜ。完璧に。って言ってたよね。いいかい。もし殿様が戦いに勝ったシーンを君が撮ったのなら、それを消すはずがない。このアルバムに飾らなければならないからね。それを君がやらないわけがない。弁護人。そのアルバム何ですか？これは栄光の足跡と言って、これ丁寧に説明しなきゃいけないのか、これは。キュータ君が殿様の写真を撮って集めたものです。これまでの殿様の勝利のシーンが全て撮影されている。勝利のシーンがね。はぁ、あ。しかし、
事件当日の殿様の写真はこのアルバムにはない。それすなわちどういうことか。静粛に。なるほど君、それはなぜでしょう。殿様が誰かをやっつけたのならば、そのアルバムに写真がなければおかしい。やっつけたんならね。やっつけたわけじゃないのかもしれない。その通りです。なるほど君も気づくんじゃないかな。まさか、まさか。そういうことだよ。なるほど君、どうやら私たちはたどり着いちゃったみたいで、とんでもない真相に。千尋さん、じゃあやっぱり、そう、あなたが考えていること、それは多分正しいわ。教えてあげなさい裁判長に真相をね。メモリン、どういうことですか。まあ、だから殿様はね、悪人をやっつけた。最初九太君はこう言ってました。でもアルバムにはそう、事件当日の写真はない。だからやっつけたわけじゃないんでしょうね。なぜ少年は写真のデータを消してしまったのか。うまく撮れなかった、いや間違って消した。それはありえない話ではないが、勝たなかったんでしょうね。その日の殿様は。その理由は一つしか考えられません。殿様は勝たなかった。だからキュータ君は写真のデータを消したんです。殿様が負けた。そうなんだろキュータ君。殿様は本当は悪人にやられちゃったんじゃないか。何言ってんだ。殿様は負けないんだ。絶対誰にも負けたりするもんか。裁判長、今のキュータ君の言葉が全てを物語っています。写真を撮らなかったと嘘をついた理由、そしてせっかく撮った写真のデータを消した理由、キュータ君にとって殿様は絶対負けてはならなかった。今言ってましたね。しかしキュータ君はとんでもないシーンを目撃してしまったのです。まあ子供には酷なね。そう、殿様が戦いに敗れるシーンを。キュータ君はそれを認めるわけにはいかなかった。だから殿様が勝ったところを見たと嘘をついてしまったのです。キュータ君安心して、殿様はまだ負けてないよ。そいつは殿様じゃないからね。静粛に。どうなんですか証人キュータ君、あなたは一体何を見たんですか。うわー泣いちゃったー。キュータ君、そうだね、キュータ君がとんでもないシーンを見たんだね。あの日君が見たのは殿様が負けるところだった。そうなんだろ。うわー、そうだよ、そうなんだよ。殿様が倒れちゃって、動かなくなっちゃったんだ。うわー、皆さんお聞きになりましたか。静粛に。なるほど、一体これは何の騒ぎだ。殿様は殺人者なのだぞ。しかし証言によれば殿様は倒れて動かなくなっている。死んだのは、負けたのは殿様だったってことですよね。今回の被害者誰でしたっけ。今回の被害者は弁護人、どういうことなんですか。僕たちは大きな勘違いをしていたことになります。勘違いだと、それは一体どういうことか。被害者は殿様だったってことですよ。分かってみれば簡単なことです。戦った結果殿様が倒れて動かなくなった。つまり殿様は殺人者ではなく被害者だったってことは、まあ胃袋さんということですよね。殿様は胃袋武士だったのです。セキュリティカメラに映った足を引きずった殿様、あれはだから、いや、この写真に写っている殿様も被害者の胃袋武士が中に入っていたというのですか。まあそういうことになっちゃいますよね。胃袋武士は午前中アクションシーンの打ち合わせをしていた。だから荷物さんが足を怪我したことも知ってる。だから当然荷物さんが足を怪我したことも知っていますと。しかし胃袋さんは大スタジオに行ったはずだよ。
みんなそう思っていました。しかし警備員のおばちゃんはこう証言していた。おばちゃん午後1時に詰め所に入ったわけよ。胃袋ちゃん、ああ見てないよ。おばちゃんが詰め所に戻る前にもうスタジオへ行ったみたいだね。まあそういうことですよね。胃袋たけしは昼食後スタッフエリアを去った。しかし彼が第一スタジオに行ったのは誰も見ていない。彼は煮干しさんが楽屋で昼寝するのを待った。そして楽屋に忍び込み着ぐるみを盗んだのです。しかし一体なぜ被害者はそんなことを。まあそれはわかりませんけどね。それはまだわかりませんけどそれはわかりませんよね。まあでも睡眠薬も見つかってるからね、煮干しさんを眠らせる算段はあったんでしょうね。そうか、俺ね、トムスマンの動きがいつもと違うと思ったんだけど、中に入ってる人、そう、中の人が違ったんだよ。おじさん、なんだい。どうした。実は俺、一枚だけ消していないデータがあるんだ。お、データ写真だよ、デジカメの。来ましたね、ついに。俺たちがすごいことがわかる。覚えてますよ、俺。これを見た時の衝撃。なんだって？見せるのだ。そんな怖い顔すんだよな。早くする見せなさい早く。ちゃっちゃと。あれ？これですよ、これ。これだけ見たのではトノ様の中に誰が入っていたのかはちょっと判断ができませんね。まあ、トノ様は確かにわからないんですけど、それ以外にちょっとすげえ気になるところあるでしょう。証人、残念ですが、これは証拠にはなりそうも。いや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 、何を言っているんだ、この人は。お返ししておきましょう。待って、なるほどくん。何ですか？写真をもう一度よく見て。この写真は、この事件の全てを物語る最強の証拠品よ。そう。我々はね、今まで勘違いをしてたんですよ。裁判長、その写真もう一度見せてください。はあ、構いませんが、ネロデ君、裁判長に教えてあげなさい。この写真がはらんでいる決定的な矛盾点を。そうだそうだ、これでね、あの人たちのアリバイもなくなることになるな。ちょっとどっちがいいんだ、ここかな。皆さん、ここよく見てください。裁判長、ここをね、よく見てください、皆さん。音中ですか？重要なのは、この音中に書かれている数字です。皆さん、これ、何に見えます？これは2ですか？はっきりしませんが。はっきりしてるのは1ではないということです。我々、これまで事件が起こった現場は、第一スタジオだと思ってましたよね。でも、トロ様は、第2スタジオにいたようですね。どうやら分かってるだね、三鶴健二。そんなバカな。なんでですか。私に分かるように説明してください。上面図で説明しましょう。死体はここ第1スタジオで発見されました。しかし事件の時撮影された、写真の本中には1とは書かれていない。裁判長、事件は本当はここで起こったのです。我々今までここで事件があったと思ってました。だからね、このなんかサルマゲドンの首だろなんだろう言ってましたけど、本当はここだったんですよ。第2スタジオ、監督とかプロデューサーとかいたとこ。ここです、第2スタジオ。なるほど、門中に2とありますからな。この第2スタジオには重要なポイントがあります。これは、そうだな、道が塞がっていたかな。コテージに通じる道は塞がっていました。それは聞いています。まあだから、2時15分よりも前に来たことになりますね。つまり被害者はそれ以前の第2スタジオに行ったんです。そうなりますね。わかるでしょう。宇佐井監督の証言を思い出していただきたい。彼はこう言った。第1スタジオでは行けなかったから、コテージの人間は犯人ではない、逆なんですよ。しかし事実は逆だったのです。
犯人はコテージにした人間にしかありえないねえ。逆にここにみんな逆に来れないから、なぜなら犯行は第二殺傷で行われたわけですから。第二殺傷にはコテージがあります。コテージでは事件当日会議が行われていた。そして被害者が死んだ、時間に休憩時間に入った。宇佐江監督とプロデューサーの姫神はステーキを食べました。そこはまさに殺人現場だったのです。急にひっくり返ったな、みんな。静粛に。弁護側は次のように主張します。殺人現場は第二殺傷だった。そしておばちゃんが見たのは被害者の胃袋武だった。胃袋さんは何らかの理由で殿様の着ぐるみを盗み第二殺傷へ行ったのです。で、なぜか殺された。馬鹿げている。胃袋たけしは被害者なのだぞ。殿様の着ぐるみを盗んだのは何のためだ。それは知りませんけどね。あ、でも想像はつくでしょう。姿を見られないためでしょう。わざわざ殺害されるためにそんなことをしたというのか。やましいことをやる上で姿を見られたくない。仮に見られたとしても二星さんに罪を着せることができるっていう、そんなところじゃないでしょうか。それとも何か証拠でもあるのか。あー、証拠、あの睡眠薬でいけるかな。これどうだったか本当に覚えてないや。証拠はある、あります。なんだと、あるんですか証拠が。そんなに驚かれると自信がなくなるな。とりあえずあの睡眠薬を、ゆうとろさんが殿様の着ぐるみを盗んだ証拠はこのスタッフエアで見つかったんですけど、証拠はこれです。薬の瓶ですか。これは荷星さんたちが昼食を食べたスタッフエリアのテーブルから見つけました。すぐにピンときましたよ。ラベルには睡眠薬と書いてありました。睡眠薬。あの日被告人の荷星さんは午後はずっと昼寝をしていました。まあ、この一連の事件は荷星さんが寝てないと行えない事件ですから、眠らされていたんですよ、胃袋さんによって。待ってください。確かにその瓶は怪しいですが、胃袋さんがそれを使ったかはその証拠はありません。裁判長、提案が、ああ、指紋を調べればいいんじゃないか。提案でしょうか。何でしょう。もちろんこの瓶の指紋を調べるんですよ。胃袋さんの指紋が見つかるはずです。どうよ。なるほど、わかりました。瓶を預かりましょう。これだから胃袋さんの指紋見つかったらもうビンゴでしょう。本日の審理はここまでとします。日向少年の証言によって、そうだね、だから第二スタジオにいた方々が逆に怪しいと、我々は関係ありませんよってずっと主張してましたけどね。あの人たちはむしろでも怪しくなってきましたね。彼らが事件は全く違った可能性を見せ始めました。警備員が見た殿様は被害者の胃袋武だった。殺人現場は第一スタジオではなく第二スタジオだった。そしてコテージにいた人間には犯行を行う時間的余裕があった。なるほどくん、はい。あなたに与える宿題は次の問題の答えを見つけること。裁判長もなんかこっちに心惹かれてきてるんだから、こっちサイドの人間になってきてる。なんか胃袋さんはなぜ着ぐるみを盗まなければならなかったのか、そして誰が彼を殺害したか、その動機は。明日までにその答えを見つけてください。だいぶ重い宿題ですね。それで警察に任せましょう。それ三鶴木刑事、うむ、あなたの方は二星さんに対する容疑をもう一度初めから洗い直すように。本当だよな、心得た。この審理は最終日の明日まで持ち越すことにします。明日すべてが終わると。では本日これにて閉廷。10月19日午後2時47分、地方裁判所被告人第一控室。いやー本当危なかったな。まさに危機一髪といったところだったわね。まあでもなんか途中でもう帰っちゃおうかなって3回ぐらい思いました。
千尋さんそうだね。ちょっとなんか帰りそうな雰囲気も確かに感じてました。あ、僕もです。もう、ナルト君帰ったら終わりだから。そうだったんですか。お二人とも自信たっぷりに見えましたけど。とんでもないフリーですよ、フリー。なんてや、ピンチの時こそね、笑えって言われたんで。もう、ニボシさん、五輪中って3年くらい思いちゃいました。何考えてるんですか。あ、私も、ひどい。ひどいね。ふふ、さすがにそれは冗談ですから。そうなんですか。まあ、終わったからこそ言える、笑い話。僕は別に冗談を言ったつもりはないぞ。じゃあ、ニボシさん。僕たちはこれから最後の調査に行きますから。明日の法廷では必ず真犯人を突き止めてみせますよ。もうここまで行ったならね、だいたい目星はつけてますよ。ニボシさんではなく目星をね、つけてますから。あいつですね。あの方。